ちは、カーライフジャーナリストの丸間明子です。本日はこの青い空と海が広がる沖縄で日産リーフに試乗したいと思います。それでは日産リーフを実際に動かしてみましょう。まずこちらにスイッチボタンがあります。ブレーキを踏みながら押しますね。始動の準備が完了するとこうした音が鳴ります。100% 電気で走る電気自動車、この日産リーフをなぜ沖縄で走らせているかといいますと、沖縄というのはですね、年間600万人近い観光客が訪れるもう一大リゾート、ね、アイランドですよね。その約半数の方がレンタカーを利用されるそうなんですね。で、沖縄としましてはやはり環境保護の観点、これから CO2 をどんどん減らしていこうという観点から、電気自動車をそのレンタカーに導入したらどうかということで、積極的に EV の導入とそれからインフラの整備を進めているんですね。こちらは沖縄の高級リゾートホテルマリオットなんですけれども、こちらには200ボルトの普通充電があります。ラゲッジスペースにこうした200ボルト用の充電コネクターが入っていますので、こちらを使って充電することができます。沖縄はですね、南北に約106キロ、そして東西に約30キロという、その地理的な、ね、条件がとても EV に合っています。というのはこの日産リーフで言いますと、1回の、ね、満充電で走れます航続距離というのは約200キロなんですね。そうすると、まあ、それほど充電を、ね、頻繁にしなくても観光名所が回れて、でも静かで、こうした、ね、自然を楽しみながら、楽しいドライブができるということなんですね。沖縄の急速充電スポットなんですけれども、とてもですね、使いやすい工夫がたくさんあるんですね。他の、県内の、ね、充電スポットですと、まず屋根がなかったりするんですが、屋根がついていて雨が降っている時でも濡れずに充電できるようになっています。充電器なんですけれども、やはり高圧電流流しますのでコードが太くて重いんですね。そのコードを上からこう垂らすことによって、あまりその、ね、重さを感じずに持ち上げてコネクタに挿せるという工夫がしてあります。それからやはり使う方多いですから、充電、ね、している車が先にいても待機して、ね、止まっていられるスペースがちゃんと作ってあるのが特徴なんですね。沖縄をこの日産リーフでドライブしてきたんですけれども、やはりまず何といってもこのリーフがですね、沖縄を走るのにとても気持ちがいいですね。電気自動車は音がしませんから、とても静かですし、そして充電スポットもですね、使いやすい工夫がたくさんありましたし、それからまんべんなく私たちが立ち寄るスポットに置かれているというのがとても考えられていてよかったですね。まあ、こうした、沖縄のね、電気自動車普及への取り組み、まあ、なんかその電気自動車と街との近未来のコラボレーションがちょっと体験できたような、そんな感じでした。皆さんもぜひ観光でね、沖縄を訪れましたらリーフレンタカーで楽しんでみてください。